はい、美容整形版楽屋トーク令和の裏、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやありがとうございます。いや脱げてよかったけど、本当にそこかいそこかい。確かにずっと脱いたいって言ったもんね。そう、うん、遠慮してたんですけど、いやあかん言うた途中であかん言われてたじゃないですか岩井社長が優しかったですね。確かに、うん、でもすごいね、めちゃくちゃ偶然じゃない。僕だから持ってるんですよね、うん、こういうとこ、ね、安い、うん、あれもびっくりしましたね、うん、で俺がこれ見てたら、はい、弾いてました。そうでしょうね、うん、もう今度は損が目立つだけやからやめろ却下だけやから、東京美容院から生前ならんやもんな、なってたかもしれないばっかり持っていってましたから、ね、でもいい子だった、ね、いい子でしたね、めちゃくちゃいい子、うん、こういう人に僕らがやっぱり手伝ってあげて助けてあげるというのは我々やるべきことなんじゃないかと思いますね、うん、でもどうしても美容整形ってお金がかかるからね。うん、まあ、今言った施術内容全部やったとしてもかなりの金額になるじゃないですか。えらいことですよ、1000万級じゃないですか、うん、そうですね、歯と鼻だけでも、うん、そうですね、もう500とか500、うん、よっぽど根性いるよね、そんなにお金貯めるっていう意味に対してね、うん、だから本当綺麗になって本当に六本木とかで稼いでる子たちって、うん、やっぱりそれぐらい稼ぐだけのね、資格があるよね、うん、努力もしてる、努力してるよね、ダイエットして。綺麗な人と綺麗じゃない人って同じ努力でも1億違うって言ってるじゃないですか、うん、逆にこれ1000万で人生変わるんだ、うん、確かに、むしろ安いと思ってますよ、うん、この方35歳80歳まで生きるとしたら、幸福幸せポジティブで明るい人生を1000万で変えるんやったら、うん、だから僕は美容整形は投資だって言ってるんですよ。間違いないですね。実例として見たらそんなに価値があるんだっていうことを見てくれてる女性が理解して、我々も仕事が増えるし、日本に綺麗な人が増えたら、うん、でもああいう人っていっぱいいるでしょうね。いると思う。いっぱいめちゃいると思う。めちゃくちゃいる。バック美女のポテンシャルがあるけど、自分のことブスと思って田舎で埋もれてる人、うん、いっぱいいると思いますね。でも今回良かったのは、結構孫先生が昔から知ってたっていうところで、彼女の本質っていうか、はい、まあ、この場で作られた部分だけじゃない部分ってないじゃないですか、はいはいはい、ね、同級生だけど、はい、だそういうところでまあ素直な方なんじゃないかとか素直に入ってきたんで、僕も本当に全力で応援したいなって気持ちが、なんか有名になりたくてこれに出てる感じじゃない、そうじゃない、本当に切実な昔のまんまなんですよ、うん、まあ、本当に悩んでるんだろうな、ピュアそうな人だよ、めちゃくちゃいい子でしたね、うん、僕本当に日本語もわからないけど、よくいろいろ助けてくれたり翻訳してくれたりして、感謝してるんですよ、はい、ちゃんと交流あった人なんですね、だいぶ交流あった人、まあ、いや嬉しいですね、僕結構泣きそうになってその話聞いてると、泣いてたもん ね、その泣いてはなんか向こう私はちょっと頑張ろうとしたんですけど出なくてですね、いやだからこれ実際5人で、まあ、オペするっていうことになった場合、うん、どういう順番で、順番ね、すごく結構大事なところかなと思うんですけど、これはさっき肌なんじゃないんだよですね、まあベースだけやらせていただいて、うん、まあでもそんな時間かからないんで、まあそうね、大体3ヶ月とかぐらいでだいぶ綺麗になると思うんで、うん、5分の4の広瀬以外でも全然良かったかな、いやいやその見えないところでも吹っかけるいや違う、ただそんなにクマないんで、クリームでクマ消えたらすいません確かにクマあんまないうまい膨らんでるかなと思ったら、そんな長かったですね、まあ、でも本人はでもね言ってましたけどね、はい、本人が気になる、ね、上眼圏もやっぱ気になる、上眼圏はやりたいねですよね、でも外側のたるみっすよね、外側のたるみね、あれって結構もう上がっちゃうんですか、こういう感じなんですか、上がりますよ、釣り目みたいな感じ、釣り目にまではしないですけど、ちっていい感じに、あの子たるめなんで全然上がっても問題ないと思う、問題ないですよ、ね、うん、鼻は絶対歯の跡ですね、歯の跡がいいですか、わかりました、うん、はい、結構なロングスパンなんですよ、半年とかそれぐらいになりそうですよね、そうです、あれ何回ぐらいでやるんですか、うん、4回、うん、4回ですね、それ以下はもう無理なんですね、難しいですね、まあ、歯と歯は同時で、はい、うちもまあ3ヶ月から、まあ、それ長くても半年いただけたら全く問題ないんで、あとは並行していただいても大丈夫なんで、あれ先生のクリニックって大阪も、大阪もあります、はい、ここは連続でできると思います、連続っていうか3人で1個のクリニック集まって、ああいい感じで撮影しながら話しながらやってもいいじゃないですか、確かに、我々勉強になるし、はい、うん、先生の見たいし、そんなことより鼻今回また取られちゃったんですけど、2杯目またなんですか前回は東京でマイケル2回やられてるんで結構やら
満を持して今回なんでこう呼んでるかって言ったら、あ、勝てるんじゃねって思って呼んでるのに負けるっていう。でもあれちょっと順番も悪いですよね、最後やから、うん、その取られた後やから無理や、確かに全員が麻生先生に上学権なんかここじゃないんだよね。でもまあまあまあ、全然できないことはないんで、もう、うん、むしろ得意ですよ、みんな知らないだけで、若い頃やってたんだから、得意じゃないと思ってないですね、胸の方が良かったなっていう先生のトレード、トレードマーク、宣伝としてはね、うん、まあそんな感じで、うん、はい、美容整形バー楽屋トークでした。概要欄貼っておきますので、そこに飛んでいただいて、こんな素敵な企画ですよね、何から何までやっていただいて全部タダ、うん、これはちょっとやばいんで、ぜひともですね、この動画を見ていただいて、整形して人生変えてやるぞというふうに思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひとも志願者としてお申し込みいただきたいと思います。はい。はい、最後に麻生先生から視聴者の方々にメッセージをいただきたいと思います。そうですね。はい。お金がないけど整形がしたい。はい。いっぱい悩んでる人多いと思います。はい。ぜひご応募ください。あと写真がいりますね。あ、なるほど。はい。はい。応募の時には現状の写真が必要なんですね。はい。はい。ビフォーの写真をですね、はい、撮ってください。はい。まあ顔だったら顔。はい、まあ胸だったらね、水着着て撮ってもらってもいいですし。そうか。はい。包皮用手術もあるんですね。ありますね。はい。どんな悩みでもいいんで、はい。美容整形の悩み。はい。はい。ご応募ください。はい。わかりました。ということで、いよいよ。美容整形版が始まることになりましたんで、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。今日はありがとうございました。